ちょっとナンバープレートしっかり覚えていかないと思って今チェックしたんですけど、これ1020って親父自分の誕生日つけてるし知らなかった。ダイエーから横須賀ベイサイドストアーズに変わったんですね。ここにあった超立派な看板、プラザデンタルクリニックありました。じゃあこのフロアだ。ああ、場所は以前あったところと変わってないんだ。すげえ、めっちゃ立派になってる。おお、すごい花もいっぱい。祝会員。じゃーん。これはいい。先生、うちのいとこ。今先生やってます。今日よろしくお願いします。これ取れって言われてもさ、めっちゃ綺麗になったっていうところが取れるんですけど、中、うん、その別に見物ないでしょ。確かに。あ、でもあの 3D プリンター見たいですけどね。 3D プリンター、はい、3D プリンターじゃないのかあれ。ちょっと潜入。え、ここは何、専用の診察室？そうそうそう、インプラントするときとか。そうすげえ。あれが拡大鏡なんですか。はいはい。あれの画像がちいね。ああ、このあれで出たやつが、うん、あのでかい画面に見ながらできる。素晴らしい。あ、これね、これこの間僕の歯を作ってくれたやつ。これめっちゃ高いんでしょ。なんかとりあえず全部最新感。これすごいですね、この最新感が。なかなか歯医者の設備をまじまじと見る。基本目をそらしたい。これとか何ですんの。これね、こう包むじゃん、上に飛び散るやつです。コロナ対策。あ、コロナ用に。そう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 。あそこの上にくっついてるのもあれクーラーじゃなくて、うん、あれね、ウイルス99%で。え、何、今回の多分コロナのためにこの設備を新設したの。この空気ウイルス除去用の。うちの上のオフィスのところにくっついてるんだけど、はい、なんかそれもこう下だけ向き。毎日は見ないけど、まあ一応3日か4日にこれ。あ、これ何、コロナ対策用に導入された。ここだけほぼ無菌になる。観光の下だコロナ対策じゃないんだけど。すげえ。あー、これでね。そうそうそう、ここで見るものをあ、すげえ、指紋まで。え、じゃあ山川さんはここできっと。お、しかもあれじゃん、ライカじゃないですか。あ、そう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 、これ、あ、ライカ、そういうとこですよ。僕らが気になるところはライカレンズなんだ。あ、ここにもちゃんとライカーって書いてある。めっちゃ高そう。この PC がさ、エイリアンウェアっていうところがすごいツボなんですよね、僕ら的には。これいいじゃないですか。あ、ここで相談できる。まだ入ってないんだけど、そこにあのモニターとパソコン行って、うん、ああ、相談できるみたいな、うん。これ前なかったもんね、先生メッセージ。宣伝の歯医者に近い人が来てください。すいません、お世話になりました。ありがとうございました。すいません、じゃあまたね。はい、ということで無事歯医者終わりました。ちょっと恥ずかしいね、これ親戚。せっかくだから他のフロアもちょっとだけ探検してこうかな。基本的な構造は変わってないけど、店は完全に入れ替わってる。あ、ここら辺の基本構造は懐かしいな。綺麗にはなってるけど一緒ですね。映画館とか前なかった気がする。なんか面白いのやってんのかな。ランボー、ソニック。この奥に電気屋さんがある。匂いがする。じゃじゃーん、野島電気発見。カメラコーナーはここだけ。ちょっとあまりにもラインナップが残念すぎる。 ZV-1 どころか RX100 シリーズすらないな。ちょっと野島電気ラインナップやばい。本屋さん発見。
3体買うべきかどうか悩んでんですよね。さあちょっと生産してみよう。いつもドリーモートがやってるやつだ。これで、はい、おお、ジャスト1000円。サービス券をお持ちの方はご利用ください。現金でお支払いの方は現金を来た。生産が完了しました。領収書が必要な方は領収書を発行。かろうじて雨は止んだけど風、結構台風並みの風の威力。常にね、常に水平が、うちが山の途中にあって駐車場が斜めになってるから水平取るのが難しいんですけど、今一応、平地のところで水平を確認して改めて、スタートし始めたんで、これで水平が取れてるんじゃないかと思うんですけど、さあ何日ぶりでしょうか。またちょっと、ドリパパレクサスをお借りして、これからおじさんの歯医者さんに、検診、まあ、念のためっていうか一応噛み合わせが、まあ、もう別に今日何もすることなくて、実際にはもうチェックだけですけどね、実際に先日つけてもらった、まあ、新しい詰め物がきちんと噛み合ってるかどうかとか、まあ、そこら辺の、フォローアップで行くっていう感じですね。まあ至れり尽くせるな感じで本当にありがたいんですけど、まあその、定期検診に行くっていう、定期っていうかワンショットですけど、で、これからまた向かうんですが、ただ実際にはね、今日半分、まあ半分そのチェックもあるんですけど、まあ半分はちょっとお祝いっていうわけでもないんですけど、今日からそのおじさんの歯医者さんが、まあ会員、まあ、リニューアルオープンっていう感じで、新しい場所、元、まあ、も正確にはもともとあった、横須賀の塩入りっていう場所にある、昔はショッパーズだったけど、ダイエーショッパーズショッピングセンターショッパーズだったような気がしますけど、ダイエーの経営するでかい、多分横須賀でも、まあ、一番でかいぐらいのショッピングモールのところに歯医者さんが入ってるんですけど、そこがなんか経営多分変わったんですよね、どっかに変わって。で、あ、 ND フィルターをつけた方がいいかな。ここからあえて ND フィルターを、またこれなんか前回も同じことやった気がする。ちょっと今 ND フィルターを入れ直して、これで F5.6、 ちょっとさっきまで F11、 なんかねもうちょっと曇ってるしいけるかなと思ったんですけど、出た直後はそこまで露出警告出てなかったんですけど、今走り出したら F11 を、これ F11 MAX なんですよね確か。であんまり絞れないから F11 で、これ以上絞れないから露出がちょっとオーバーしてますよっていう、文字がピカピカ点滅するっていう警告が出ちゃってたんで、今もう一回、やっぱ外の明るさってすごいでかくて、本当にね曇ってるように見えて、室内とかの方がよっぽど明るいんじゃないかと思うんですけど、室内でどんなに明るくしてもなかなか ND フィルターが必要になるほど明るくなることはないんですけど、やっぱり屋外のこのくらいの明るさでもやっぱり ND フィルターって必要なんですよね。だからやっぱ太陽パワーの偉大さを痛感しますけど、今日はね風がめちゃくちゃすごいから、まあこのドリドライブにおいて、そしてこのサラモニックのピンマイク、紙ピンマイク状況においてこの状況は全く伝わらないというか、まあ、車の中ですでにもう、外音が完全に遮断されてるんで、風のあんまり凄さはお伝えできないんですけど、結構僕の部屋がねガラスが薄いっていうか、ガラス戸が外に出る、なんかベランダに出るところのガラスはまだいいんですけど、なんか小窓みたいなのが、ガラスのこう小窓が張った、なんつうんですかね、ちょっとした小窓があるんですよ。
それがねもうバタ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 風が強いとすごいバタ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 言ってて結構怖いぐらいなんですけど、さあこのガタガタ地点でどのくらい手ブレ補正が効くか、ここはレクサスの足回りが相まってかなりこの状況でも安定した映像がお届けできてる気がするんですけど、ここ結構いやらしいんですよね、このちっちゃいガタ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 がいっぱいある地点。そしてこの後トンネル中で ND フィルターがどのくらい働くかっていうところも、これもでも F1.8 今もう完全に来てますね。はい、こんな感じで、来てますが、そんで、なんか話が飛んでいつも以上に飛びまくってますけど、まあそんな感じで、どんな感じだっけどこまで話したんだっけ、まあ風強いんですけど、おじさんの、歯医者さんでも雨やんだからね、これ雨午前中っていうか夕方までお昼過ぎまでは雨もかなり暴風みたいな状態になってたんですけど、まあ、雨が止んだ時点でだいぶ楽ですけどね。この状態で、その新しいショッパーズ改めになんかシーサイドなんたらとかいうちょっと経営も多分経営母体がそもそも変わってるんですよね、ダイエーじゃなくて。でそこのまあ場所自体は以前あったところと変わらないと思うんですけど、新しくそのでっかいショッピングモール全体が全部リニューアルされたんで、その中に、まあ、工事中ずっと結構1年以上多分仮住まいでやってたと思うんですけど、でずっとちっちゃいところに一時的に病院移してずっと診察してたんですけど、ようやく今日がまさに、初日みたいです。オープン初日、そんな忙しい、なんか初日の忙しい時にわざわざ行くっていうのもちょっとどうかと思うところもあるんですけど、まあいいよっていうことだったんで、予定がねここの時間が空いてるっていうことだったんで今からそこに伺うというそういう経緯でございます。ということでまた久々にこのドリドライブ、今日もまた長く、まあ往復なんでねまた30分を超えてしまう長い動画に、もうここの時点でまあそもそも脱落してる方がかなりいるかもしれませんが、今日も長いドリドライブ動画にお付き合いいただければと思います。もちろんこのカメラはソニーの ZV-1 はじわじわ来るいいカメラですね。なんだろう、なんかだんだん来ますね。思ってたよりもやっぱり画質がいいっていうところですよね。YouTuber のようやく僕もいろいろな人のなんかもう自分が手に入らないのに YouTube のレビューを見てるの若干ちょっと悔しいっていう、もう俺も早く使いたいぜっていうのもあったんで、あんまりこう発売前にレビューとか見てなかったんですけど、まあ、ようやく心の平穏、ちっちゃい心心の平穏を取り戻してきたので、ようやくいろいろなレビューを見始め、まあ半分それは冗談で、半分はあと他の YouTuber の方たちもかなりやっぱり使いこなしレビューが増えてきたので、それをこうちょっと見始めてますけど、ちょっと驚いたのがやっぱ RX100 シリーズと比べて思ったより画質が違うんですよね。ちょっと僕もね、まあサンフランシスコ戻ったタイミングがいつになるかわからないし、その時点でその情報がまあいいのか悪いのかもわかんないですけど、結構見てると画質が違う。で多分やっぱりそれは色の前にも YouTube ライブでも長々話したんですけど、多分そのカラーサイエンス的な色作りの、まあ、センサーというよりはその最後の処理の後付けの進化とエンジン的な進化と、まあ、あとは動画に対して特化した色作りをしてるっていうところで、明らかにダイナミックレンジがそもそもね、上がってるんですよ。そのピーク、その一番暗いところから一番明るいところのダイナミックレンジを上げてるっていうのよりは、そこは結構センサーの性能とかにも関わっちゃうと思うんですけど、その肌色とかのグラデーションが明らかに良くなってて、やっぱそこら辺がね、どうしても今までのソニーのカメラとか、まあ、どちらかというと多分スチールから来てる文化なんじゃないかと思うんですけど、結構コントラストがはっきりしてて、暗いところは暗い、明るいところは明るいで、その中間が肌のグラデーションとかも意外と
飛びがちっていうとあれですけど、あのカーブが急な感じだったんですけど、すごいあの横並びで RX100、 あれマーク5だったかな、マーク5となんか横並びで比較されてる海外の YouTuber の動画とか見てたら、すごいこう中間色のグラデーションがあの良くなってて、ものすごい動画映り、動画の映像が良くなってるんですよね。だからここら辺はやっぱりすごいチューニングしてきてるんだなと思って、うわなんかすごい、あの自転車撮影してません？こう分かるかな、前の左前の車が後部座席を開けて、自転車の、ドライブしてる人を撮影してる気がする。すごいな、結構ガチな、プロモーションビデオ撮っている感じですね。あれ何のカメラで撮ってんだろう、すっげー気になる、すっげー気になるな。下手したら YouTube 動画かな、結構本格的な。あーでもなんかキャノンっぽい、キャノンのカメラっぽい、キャノン一眼レフっぽい感じでしたけどね。すごい、まあそんな感じで、あれはね、あキャノンだなキャノンで、すごいね、後ろのあのバンの後ろの後部座席を開けて YouTube のなんかこう自転車のサイクルしてるところをすごい迫力ある映像を撮るみたいな感じのことをやられてますね。今ちょっと左側に、ちょうど左に車がいて、多分もう、追い抜いちゃうから見えないと思うんですけど、結構今日曇り、天気もあれだし、あのなかなか風が強いから大変、撮影大変そうですけどね、そんなところに遭遇してしまいました。このマボチョク、最近覚えた言葉、マボチョク、ここマボチョクっていう道路らしいですけど、マボチョクはね結構ドラマの撮影とかすごい昔からドラマの撮影めっちゃされてんですよね。結構僕も何度も見たことがあって、あの本当にあの月9的なメジャーなドラマの撮影を昔からよくしてましたけど、今日はサイクリングの撮影してましたね。うわ風強、これちょっと一応路肩の草とか見ると風の強さが、さすがに風切り音が車に伝わってくるレベル、グワグワ言ってますね。さあということで、今日はその塩入りの、歯医者さんのところに、リニューアル初日に、伺いして、ちょっと歯のね、状況をチェックしていただこうと思っています。で、なんかまだこれカメラの説明ですよね。 ZV-1 の画質がいいやって話で僕がまた脱線してたんですね。でマイクは、例によってサラモニックの BT ブリンク500、ブリンク300、ブリンク500だっけ、ブリンク500っていう、まあ、ロードのワイヤレスゴーンみたいな感じの、クリップオンタイプのコンパクトなワイヤレスピンマイクなんですけど、最近の流行りでこの受信機、じゃあ送信機側の胸につける側に、送信機自身にマイクがついてて、わざわざのケーブルのピンマイクを取り出さなくても、簡易的に受信機と送信機の2つのボックスだけで、撮影ができ、あの音が取れちゃうよっていう。でそれもワイヤレスゴーも全く一緒なんですけど、このサラモニックのやつの素晴らしいところは、その送信機が2個あるんですよね。だから2人いて話して撮るっていうことが可能なんですよ。だからこの間の山川師匠との対談みたいなやつは、もう今後これを使えばバッチリ声が取れて、周りのエアコンの音とかは消せるっていうことで、まあこれが素晴らしいっていうことで今日もこれを使っております。ちょっとまだ相変わらず音のねレベル調整とかが完全にこうなんかこう把握してないんで、ちょっとそこら辺は心配もあるんですけど、でも前回非常にうまくいったんで、前回ちょっと設定変わっちゃってますけど、レベルの、まあちょっと安心して撮っているって。でそれを例によって、バックミラーの根元に、このレクサスのバックミラーの根元にスモールリグのマウントで逆さ吊りして、で撮ってるっていう。なんかちょっとスモールリグのこのマウントの仕方も
少しこなれてきた感じがあって、いつもよりかっちりと、かなりかっちりとマウントできたんじゃないかなっていう、気はしています。という感じで、今日の装備はこんな感じで、今横須賀の、横須賀塩入りに向かって、ドライブしているという状況ですね。このサラモニックのマイクはこの間 YouTube ライブでもちょっと使おうと思って、ただやっぱりあのシュアの BT、ベータ 58A と比べるとどうしても、ピンマイクの方が音が音質が落ちるってことで、あの ZV-1 について3時間ぐらい熱く語ったライブで使おうと思って張り切ってたんですけど、実際にはあまり使わずに不発に終わってしまったんですけど、やっぱこれはね、あのまあもちろんピンマイクって、これも何度も言ってるんですけど、ピンマイクって別にすごい音がいいマイクってよりは、あらゆる環境下できっちりこの喋ってる人の声を拾うためのマイクなんで、まあベータ58とかはね、ボーカルの人が歌うぐらい、まあ、いいちゃんと声が取れるために作られてるマイクなんで、まあ、そこで音質を比較しちゃうと、まあ、非常に不利というか、まあ、そもそもあの家撮りするんだったらそこまでしなくてもいいじゃんっていう話はもちろんあるんですけど、こういう外撮りしてる時とかはもう最適なマイクで、まあ、特に横で比較して聞かなければ十分このマイク、音はいいと思うんで、ちょっと今日はこのマイクで行こうと思っております。ただね、これ紙マイクだって言って、この間も俺はロードワイヤレス GO の、 あのブームにはムーブメントには乗らないぜみたいなちょっと天の弱も出しつつ、こっちの方がいいぜどやみたいな感じで出してますけど、あのその後ねいろいろ検証して、でもあの正直な僕の正直な、あの 100% 正直な、気持ちを申しますと、もう一個気になるこのワイヤレスピンマイクが出てきてしまった。あれなんだっけ、ブーム X だっけな、今回このサラモニックをいいよって言ったレビューをした時にコメントでいただいた質問で一番僕に響いたのがこの2個マイク。これはね、まあ知見がたまったっていうか、最初買う前は全く気づかなかったんですけど、これ2個マイクがあるじゃないですか。でこのマイクをどういう風に音が取れるか、基本的にはこのカメラ自身はステレオが取れるんで、であのピンマイクとかって基本的にモノラルマイクなんですよね。だから普通のピンマイクつけると、左チャンネル LR、 左チャンネル右チャンネルに両方同じ音声が全く同じものが入るんですよ。でこのサラモニックももちろん今 LR に全く同じ音声が入ってて、ある意味ステレオで2チャンネル取れるんだけど、まあ1チャンネル捨ててるみたいな感じになってるんですよね。でじゃあ質問であったのが、ピンマイク2つ送信機2つあるんだったら、1個を左のチャンネル、2個目を右のチャンネルに、入力することはできますかっていう質問があって、その時はって思って、あ確かにと思って、そのもちろんライブ放送みたいにこの音声をそのまんま使う時は分離されちゃうと片方のスピーカーしか音が聞こえなくなっちゃうから、それはそれで困るんですけど、僕みたいにこう後で YouTube で編集すること前提で考えると、左のマイクと右のマイクが分離して撮影できるってことは、あの非常に編集時に有利なんですよね。そのレベルの調整とかもしやすいですし、本当今日もやってもいいかなと思ったのは、まあ、この車ちょっとエンジン音があまりにもしないんで室内が静かすぎるんで、まあ、結果意味ないかなと思ったんですけど、例えばあのミニクーパーとかだったら結構その、まあ、車のエンジン音みたいなのもそれなりにこう気持ちいいとすると、2個ピンマイクを生かしておいて、1個は僕の声、1個はその車内の音を拾うみたいな用のマイクに使っておいて、でそれをうまくこうレベルを調整して車内の音はうるさくなりすぎない感じのいい感じの環境音になって僕の声がきちんと立つような感じに取るっていうのを、あの LR で分離して取られてたら編集時にかなりそこがこう調整できるんですよね。だからそれはすごい画期的だなと思って、まあ当たり前なのかもしれないですけど僕は全然気づかなくて、でこのサラモニックに関してはそれを検証してみたんですけど、やっぱり今見ると、1個でワイヤレスマイク1個で使おうか2個で使おうか何せ、2つの送信機から出たデータは、受信機側で1個に
合成されて、カメラに入力されるんです。だから結局、モノラルとして LR に両方同じ音声が入っちゃうんですよね。で、まあもちろん送信機側のこのレシーバー、送信機が、トランシーバーどっちだ、送る側、このピンマイクがついてる側にレベル調整ができるんで、事前に車の中とか事前に、まあ、左右で、2個の左右っていうか1個2個の、ピンマイクで、レベルを調整しておいて、喋る側の方は高めにで環境音側は低めにっていう風に取っておけば、もちろん似たようなことはできるんですけど、やっぱり合成されて録音されちゃうんで後でどうにもできないんですよね。だから事前のこのセットアップミスったら最後調整しようがない。ちょっともうちょっと、車内の音はちっちゃくしようとかやろうと思っても、もうそれは時すでに遅しなんですよね。だけどそれが分離されてれば、それは後で編集時にいくらでも調整できるんで、これが非常にこの機能あったら結構撮影の幅がまた一層広がるなと思って、ミスも減るしね。これはすごい、確かに言われてみればキラーだって思って、ただこのサラモニックはできないと。でそれでさらにもうちょっと調べて、 でコメントでいただいアドバイスもいただいたんですけど、調べたらそのブーム X っていうところっていう名前の、確かその名前だったと思うんですけど、ピンマイクはほぼ同じ仕様、これと同じ仕様、ロードマイクワイヤレス号とかサラモニックのこのブリンク500とかと同じ仕様で、やっぱりクリップオンタイプで比較的コンパクトな、ワイヤレスマイクで、もちろんワイヤレスマイクの送信機にビルトインのマイクもついてるし、ピンマイクも接続できる。なんかすげえ道普通に混んでるなあれもうみんな普通に街中出てる感じで、その分離でできて、でかつ 2個つけられて、でかつその録音時にミックスしても、両方ステレオに両方同じやつをミックスして入れるっていうのと、左に送信機1、右に送信機2って別々の音にできるっていうのと、これ、ね、両方持ってんですよ。だからどっちも切り替えられるの。だからライブみたいな時はもちろん、合成して、もちろん LR に両方同じように入るようにできるし、僕みたいな編集の時に用途を考えてる人にとっては、レフトとライトにそれぞれ別チャンネルとして入れるっていう、これ両方が選べるって、これ紙マイクの上を行っている。何でしょう、紙マイクの上は何マイクになるんだろう。海王マイク分かんない分かんない、紙って言っちゃうと上がなくなっちゃいますけど、スーパーゴッドマイクみたいな感じになってて、それめっちゃ気になると思って。ただサラモニックこれ48K24bit だったかな、96までいったかな、なんかね、サラモニックの方が少なくとも音の録音してるスペックは高かったんですよね、ちょっとだけ。まあでもそんなに差は出ないだろうし、さあ久々に潜入してみます。ちょっと駐車場の容量とかも分かんないから、ちょっと早めに来たと思ったらそうでもなかった。ぴったり今もう4時36分だから、5時の予約だからバタバタしてたらすぐになっちゃいそうな気がしますけど、あ、ナンバープレート4桁を入力して駐車場料金を精算するシステムだ。イオンと一緒だ。やばい、これはナンバープレートを録音して撮影しておかないと、暗記しとかないとやばいパターンですね。結構これいいんだけど難しい。あれキャッシュあるかな。やべえ、急にドキドキしてきた。またこれキャッシュで払わないといけないパターンじゃないの。これわざわざ行っておじさんに現金借りる一番恥ずかしいパターンやりたくないんですけど。500円、1000円ぐらいはあるよね、さすがに。なんとかあると思いたい。ドキドキしてきました。いやー怖いな。ちょっとまあということで、なんだっけ、そのブーム X のピンマイクがちょっと気になってるっていう、そう両方できるっていうのはちょっとね。だから今回のこれもその本当に車内音と喋り音とだけで、だから2人でインタビューする時じゃなくても結構いろいろ使い道が広がるような気がするんですよね。ここは昔ながらだな。駐車場自身はそこそこ変わってない気がするけど、上にこれ1回上に行くか。
ここは昔から分かりにくい感じの駐車場になってるんですけど、あ、ゲートがもうみんな結構あれですよね、まだ慣れてないのか。あ、懐かしいな、よく学生時代とか来たな。あ、 KFC がある。 KFC ね、今日晩ご飯は KFC にしようかな。めんどくさいからもうここで食べてきちゃおうかなってさっきドリパパにも宣言してきたところ。わあ、ここら辺何にも変わってない、当たり前だけど。さあ、明るさ足んないんじゃない、 ND フィルター的に。 ND フィルターだから、 ND フィルターの自動オフはなぜないんだっていう、ひどいよね。こういうところがあるんだから、やっぱり ND フィルターはオンオフ勝手にしてほしいんですよ。なぜそれがやってくれないんだっていうところがもう最大の不満ではありますけど、5、6階、どおじさんのところ5階だったっけな、5階ぐらい。屋上は行きたくない、この風暴風の中屋上には行きたくないから、駐車券はございません。駐車券はございません。あ、ないんだ、本当にないんだ、一応開けちゃったけど。はいはい、駐車券はございませんで、どこに止めればよいのかと、どこに止めればよいのかとかいうのが全然まだ分かってないけど、ここら辺はでも前と変わってないもんね、基本はね。はい、ということで、誰かブーム X、 音質がね、でもサラモニックのはこれ結構僕音がいいのも気に入ってるポイントなんで、まあなんかこれを買い替えるほどかなっていうところは非常に結構満車なんですけど、さっき奥で1個空いてましたよね、空いてましたよねって分かんないと思いますけど、ちょっともうできるだけ入り口に近くに止めたい症候群ありますよね。いや結構車止まってんな。歯医者さんは今日オープンなんですけど、ここのビルというかショッピングモール自体は、先月の中旬ぐらいで、2週間ぐらい前にはもう空いてるんじゃないかな。なのでまあ一回ここら辺にしますか。2週間ぐらい前にはオープンしていて、あ、やべ、なんかZV-1 が邪魔でバックモニターが見にくいっていう。おお、後ろです、ピーピー言われている。バックモニター神。右後ろです。いや、これもうピーピー言われても狭いだけですよ、これ以上は。あれ、おっと、あ、意外とこれ狭いな、降りれるかな、一応いけるかな。ドアの、この車意外とちっちゃいようであれなんですね。はい、ギリギリまでタイヤ当てにつか、これぐらい、あ、これでいいんじゃないですか。ふう、はい、これで OK ということで、ドルドライブ前半終了でございます。後半まだ続きますので、チャンネルはそのままでよろしくお願いします。さあ、今度は起動音、えい、あ、来た、これです。余分な喋んない方が良かったかもしれないけど、これがレクサスの起動音。そして録画 OK、 ライト OK、 もろもろ OK、 OK、 これで左から出ますと。はいはい、さあ、ということで行ってまいりました。これ狭いな、駐車場なんかひしめき合ってますけど、
出口向こうだった。失敗した。失敗しました。出口が一周遠回りになってしまいました。難しいです。お、うまいところに。一周回らざるを得ない感じになってしまいましたが、こんな感じでベイサイドストアーズの駐車場の中を、非常に僕が挙動、この今日の僕の YouTube を見てというか、その、このベイサイドストーリーズに到着してからの僕の挙動不審さに気づいた。この直前のそのだから前半のドリドライブしてる時はいいんですよ。このでもこの戻っ、ここのショップに着いてから、まあ、歯医者さんのあたりとかの全般的な僕の挙動の怪しさに気づいていただいた方、そして今のこの帰ってささっとそそくさと帰っていこうとしているこのあたり、まあ、一応一通り、なんか見てみましたが、ただ見ては見たんだけど、まあなんかそんなに僕が楽しめるラインナップ、ニトリとかいろいろあるから、まあここ住んでれば、多分僕がここに住んで横須賀に住んでれば結構来てみたいものとか、あと洋服なんか H&M とかありましたけど、あんまりそこら辺は興味ないけど、まあでも一応あったけど、これはどっちに行くかというと三浦方面でいいのかな。うわ、結構出口で、詰まってますけど、どういうことだろう。うわ、すっげー混んでる。あー、信号でだ。これあそこのイオンもそうだけど、同じこのパーキングシステムで駐車料金払った後特に出口でチェックとかないんですけど、なんか多分どっかでチェックはされてんですよね。で多分ナンバー覚えられてるから、払ってないと後で連絡来る的な、そんな感じなのかな。まあでもお金僕みたいにキャッシュ持ってなかったら、その場で連絡来なくても後で払えばいいんだったら、なんか追徴課金されたら嫌ですけど、特にそういうのがないんだったら嬉しいかもしれない。ある意味便利かもしれないですけど、どこでチェックしてんだろう。え、もしや雨、また雨、また雨が一気に来ましたか。なんか降ってる予感ですよね、明らかにね。この信号でつま…うわ、すげえ降ってるじゃん。まあそうですね、ある意味運良かったのかな。まあでも帰りに降ってたら意味ないか。いやー、参った。これね、バッテリーがさすがに結構ね、この、まあ、RX100M7 とか MX6M7 とか、バッテリーもこの ZV-1 もバッテリーが異様にちっちゃいんで、バッテリー持たないっていう、まあ、印象は強くて、実際持たないって言うんですけど、結構ほんと1時間ぐらい連続動作して撮る分には全然持つんですけど、今ちょうどバッテリーゲージが4メモリあるうちの半分まで来てますね。まあ行きで20分とかで、結構中で歯医者さんの中とかでもいくつか撮ったりしたから、まあ帰りギリ持てば、追加バッテリーなしで持てば完璧ですけど、途中で充電するチャンスがなかったんで、もしかしたらどっかでブチって、バッテリー切れちゃうかもしれませんが、一応行けるところまでドリドライブ、お付き合いいただければと思います。でその僕がテンション挙動不審だった問題はあれなんですよびっくりしたんですけど、こんなことあるって本当にびっくりした。でこれめっちゃ渋滞してる、本当にびっくりしたんですけど、今日さっき駐車場、ここの
ショッピングモールに到着してとりあえず現金あるかなと思って、現金を調べようと思ってカバンを開いた時に、気づいたんですけどクイズクイズ、何があったでしょう突然、はい、ここで一回ここで、映像を停止してください。そして映像を停止してドリキンが挙動不審だった理由を、まあ、ちょっとだいぶヒント言っちゃいましたけど、挙動不審だった理由をぜひコメント欄に予想してみてください。当たったからといって何かがあるわけではありませんが、一旦こう手を止めて、冷静に僕の、ここのお店、なんだっけ、ベイサイドストアーズ、言いにくいな、昔ショッパーズって言いやすかったんだけどな、ベイサイドストアーズに到着してからのドリキンの挙動の不審の理由、挙動が不審だった原因は何でしょうか、お答えください。チッ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 ピーン、どんなテンション。じゃあ正解言います。なんとですよ、iPhone Galaxy Fold、僕が基本的に24時間肌身離さず基本的に身のそばに置いている、半径1メートル以内には必ず置いていると思われる、この2つのデバイス、持ってくるの忘れました。両方忘れました。っていうか完全にスマートフォンを持って歩くっていう、カルチャーが失われて、自分の中でライフスタイルで、これがニューノーマルか。僕のニューノーマルにとっては、あ、僕があの販売10周した JAC 閉まってんの、もう閉まっちゃってるのかな。このニューノーマルライフに至ってはついにドリキンスマートフォン忘れるみたいな感じです。いやー、ちょっと自分で冷や汗、スマートフォン持ち歩かずに家出てきちゃったと思って、でそれでもうちょっとね、いや言ってもまあ別に危ね、これちなみに左側が米軍基地ベースですね、ちょっと見えなかったと思いますけど、いや僕もね言ってもね、まあ実際クレジットカードとかは持ってたから、あと現金も一応あったから、少しだから駐車料金も払えるし、まあ特になんかお支払いが必要になった時に、困ることはないだろう、最低限困ることはないなと思ったんで、まあそれはそれで、いやなんとかなったからまあいいやと思ったんですけど、それでもねやっぱりなんだろう、このゾワゾワ感というか、なんかこう落ち着かない感、もう早くお家に帰りたい感出てたか出てないか分かんないんですけど、もうね結局今あそこでご飯食べてこうかなと思ったんですけど、全くそんな気分になれず、いやいやもう早くお家帰りたいみたいな早くネットがつながる世界に帰りたいみたいな感じになっちゃって、なんか見るのもなんか、うつろみたいな感じ、半分こうなんつうんですかね、心ここにあらずみたいな感じで、うろうろしてたんで、もう結局ねなんかいろいろ考えたんですよ。3体を買って3体を本屋さんに寄ってたのは、本屋さん眺めに寄ってたのは、本屋さんで本を買って、でちょっとどこかお店レストランに入って夕飯を食べると、で本を読みながら食べるみたいな、これが非常にこう有意義な時間が過ごせるんじゃないかとかいろいろ思ったんですけど、ただねなんかもういろいろそれ考えて、じゃあ何3体買うとか、なんか他にもっと面白そうな本あるとかいろいろ思ってるうちに、もうなんか落ち帰りたいってなって今もう帰ってきちゃいました。で多分途中どっかで、なんかさっきケンタッキーを見ちゃったから、結構今回あれかな、1ヶ月前回食べたの2週間以上経ってますよね。なんか結構週に1回ドリーモーとかケンタッキーを差し入れてくれるみたいな、あれを楽しみに生活しているみたいなのが、今回この日本来てからの前半結構そういう感じ、横須賀ついてから前半
なんか 2,3 週間そんな感じで生活してたんですけど、最近そういえば行ってないなと思って、あのケンタッキー見たら猛烈に食べたくなったんで、あれしかし道がすごい混んでる。なんかこれあれですね、失敗したかな、左車線だったらいけたのかな、なんか右車線だけ詰まってる感じがする。もう無性に KFC が食べたくなったんで、途中でこの KFC ドリドライブスルー動画をお届けしたいと思います。ドライブスルーも全編あれですよ、ノーカットでお届けしようと思います。これ本当に怒られる、大丈夫かな。いや本当にね、スマートフォンを持たずに家出るってことはまあゼロではないですよ、ここ数年で。もちろんやることはあるんですけど、結構こんだけ盛大に全く気づかずに、だいたいもっと早く気づくんで、だいたい取りに帰れるぐらいの距離で気づいて取りに帰るぐらい帰りますね。だいたい今までも かつて忘れたとしても基本的には取りに帰るぐらいの距離の間では、まあせいぜいあのサンフランシスコのアパートで部屋出て駐車場を行って、まあちょっとドライブし始めて家から本当に、10メートル20メートル出ちゃったぐらいで気づいて、本当にちょっともう一回ごめんって言って、駐車場戻って部屋からスマホと本取りに行くぐらいのことはやったことがあるんで、そのくらいのまあ忘れは、まあ過去にもありますけど、本当に30分ぐらいドライブして、横須賀中央塩入まで来てまで気づかないで、たまたまキャッシュないかなと思って、チェックした時にようやく気づくっていうのは、結構尋常じゃない、僕の中では尋常じゃない、気づかなさっぷりなので、ちょっとね動揺してしまいました、自分自身に。いや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 、これが僕のまあでもなんでしょうね、だからそれだけスマートフォンをこういらないんですよね。この話もなんか最近なんかいろんなところでしてる気がするんですけど、何せこのニューノーマルっていう言い方が正しいのか分かんないですけど、このあのね実家に来てからまあ比較的こう家にこもった生活をしている中で、あのねスマートフォンを使うっていう機会がまあゼロではないです。もちろん家の中で持ち歩いたりはしますけど、そんなにないっていうか、なんかもう意識してないっていう、何かあればすぐ PC に、デスクトップの PC にウルトラワイド、ディスプレイの11万円台 PC に行って、それでネットでなんかネットに繋がりたかったらすぐデスクトップに行けばいいし、で部屋の中で例えば1階でご飯食べますとかって言って食べるときに、まあ確かに iPhone 持ち運ぶときもあるんですけど、ふと気づいたらなんかやっぱ画面ちっちゃいし使いにくいけど、これあのギャラクシータブレット持ってった方がいいよなと思って、ギャラクシータブレット使った方がよっぽど家の中だったら別に重くもないし邪魔にならないし Wi-Fi あるし快適だなってことで、比較的最近タブレットを持ち運ぶんですよね、部屋の中でも。そうすると本当に、スマホ使うのはもう iPhone 使うのはなんか YouTube のサムネ作るときとかギャラクシーフォールドに至ってもまあほとんど出番がねなくなってしまってんですよね。多分それが潜在的にもう体の中で染み付いてきて、このスマートフォンを持ち歩かなきゃいけないっていう感覚が非常に薄れた中で、今日のこの、外出時にスマートフォンを忘れるという、状況を引き起こしてしまったと思うんで、まあある意味ね本当に普段の生活からこのニューノーマルの生活で、変化した ある意味こう一つの具体的ななんていうのね、僕の中での変化だと思うんですけど、それにしてもちょっとびっくりしました自分で。そしてやっぱりないと思った瞬間にこう震えが来るみたいな、やばいやばいみたいなネットに繋がんないみたいな、完全に病気ですけどね、完全に病気だけど、まあでも実際そんなね状況になってしまったんで、今そそくさと帰ってる。そしてどっかでこの先でケンタッキーがあるから、まあ、ドライブスルーまだ閉まってないと思うんで、
結構なんか締まりが早い説がありますけど、あ、こんなところにイエローハットが、あれこの間あったっけ、この間も見た気がするけど、イエローハットが右手にありましたね。なのでもうそそくさとはバッテリーのゲー残りが1個になったから、ちょっとドライブするあたりで切れそうな気がしますが、ちょっといつ閉まってもいいような感じで、そろそろあれですかね、キーワード言っといた方がいいですかね、早めに。キーワード何にしよう、親父のナンバープレートとかにしちゃうと怒られそうだからな、こういうのやめて、これ絶対にこれは秘密で、我々この動画をこんなに長く見た人だけの秘密で、ナンバーは秘密にしておきますけど、何でしょうね、まあ、今日の、まあ、今日クイズも出してしまったから、なんかいいのあるかな、何にしましょう。あ、じゃあ今日ね、野島電機さっき見に行ったんですけど、非常にがっかりしました。非常に野島電機に行ってがっかりしましたが、その理由は、あのね、タブレット全く置いてなかった。 iPad ちょっとこの間ちらっと松尾さんと話したんですけど、今ね若干 iPad 欲しいブーム来てるんですよ、僕の中で。あの、そのさっきの話につながるんですけど、もうあまりにもスマートフォンとか使わないから、なんかタブレットの使用率が逆にこのニューノーマルでは上がってきて、タブレット便利だなと思って、でギャラクシータブいいんですけど、あのね、ガチ使い始めようと思うと、あの付属の純正キーボードカバーがあんまり良くないんですよね。あのタイピングとかトラックパッドとか、よし、いけるいけるぜ、やってるぜ、ドライブする、どうぞどうぞ、あのメニューを選びたいから。なのでね、わ、混んでためっちゃ混んでた。なので、タブレット非常に興味持ってて、でこの間 iPad Pro やっぱりあのなんだかんで言ったらめっちゃ高い、カバーとカバーキーボード、マジックキーボードとかなんとか、そのような名前のやつと、やっぱ使ってみたいなと思って iPad が欲しいなみたいな話をちらっと言ってて、そしたらオンラインで探してみたんですよ。あ、もうバッテリーが切れそうですか、バッテリーゼロゲージが来てます。なのでちょ、締めが、あ、ドライブが、ドライブ映像までお届けできなかった。あの充電しながら撮るための長めの USB ケーブルがない問題に、あるかな、いや、ない、こんなこと言ってる間に切れてしまう、やばい、 USB ケーブル短いのしかなかったということで、野島に行った時に iPad あればいいなと、あわよくば売ってないかなと、あの Apple のオンラインのウェブサイトで見たら、7月25日、どのモデル、どのサイズ、どのモデル、どの色の容量を見ても全部7月25日以降なんですよ、出荷が。もう在庫が全然ないみたいで、4ピースパックを、はい、サイズメニューが2つお選びいただけます。両方ポテトで、お二つのポテトで、はい、あとチキンフィレサンド一つください。単品で一つ、はい、あ、ごめんなさい、デラックスチキンフィレサンドに変えてもいいですか。デラックスフィレサンドを一つにご変更です。はい、はい、以上で大丈夫です。はい、オレダチキンの4ピースパックポテトが2つとデラックスフィレサンドが1つで1790円です。はい、お車は気をつけて窓口までお願いします。はい、さあこれで明日の朝か昼ぐらいのちょっと残した分でチキンで、あれをトーストに挟んでね、チキンをとっていうか、今いきなりおもむろに再開してますけど、今ギリギリケーブルをケーブルがギリギリモバイルバッテリーのをダッシュボードに置いてギリ届く、でもあの半身ぐらい引っかかってる状態で一応、届いたので、おもむろに再開しましたけど、ってことはこれ完全放電された状態、バッテリー完全に切れた状態から USB 給電だけで ZV-1 は動かせるっていう、まあ RX100 でもできましたけどっていうことが証明されましたね。だからこの外部給電さえされれば
実質 SD カードが切れるまで無限に、動画が撮り続けられるっていう、これ素晴らしいよな。まだあと1時間37分撮れますよやろうと思えば。はい、さあカード使えるかな。カードでいけるはず。いけるかな。ドキ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 。ないです。はい、すいません。よかった。はい、すいません。ありがとうございます。ふう、ミッションコンプリート。素晴らしい。クレジットカードあっさり使って、しかも早かった。トランザクションもめっちゃ早かった。っていうか道が基本的にすごい混んでいる感じ。よいしょよいしょ。あー、バッテリーが今落ちました。落ちたけどなんとか。あ、大津園、この間行った大津園、みんなで行った焼肉大津園が右手に見えますけど、なんか水平がずれた気がするな。意外とスモールリーグでがっちり止めてると意外と大丈夫ですかね。今ちょっとガクッこのくらいで。いやー、いい匂いこの匂いがお届けできるようになる、 Vlog でこの匂いまでお届けできるように YouTube でなる日は来るのでしょうかね。この明らかにこの車内に漂う、ケンタッキー州ケンタッキー州っていうとなんかそういう州みたいになっちゃうけど、いやー、めっちゃお腹空いてきた。匂いでクラクラ。この映像ね全くギャップがない、ありますけど、まあ、ということで、なんでこの一応再開できたんでゆっくり。あー、また落ちた。やっぱりこれダメか。でもぶら下がっても意外といけるっていう、バッテリーぶら下がっても意外としっかりいけるっていうところがすごいけど、あれだな、加速注意だな。加速注意。いや、タブレットが本当に家の中使ってるんだ、家の中で動き回ってるぐらいだったら下手にあの iPhone を持ち運ぶよりもタブレットで動いた方が良くて、で、何ですよ、 Galaxy Tab 6は画面の綺麗さ、サイズ感、操作性とかも含めても基本的に iPad に操作性というかパフォーマンスですね、パフォーマンス入れても基本的にね iPad に遜色するところはないんですよ。非常に Android タブレットですけど、まあ、iPad 並み iOS 並みに動くんで、でかつ後ろのペンシルがね、そんなに最近もう僕もすっごい使うわけじゃないけど、やっぱりいざペンシル欲しいって時にきちんとカバーとボディでペンが確実にホールドできる状態なので、いざ欲しいっていう時に必ずペンシルが使える、なくさないっていう意味で、あれは本当に素晴らしい、画期的素晴らしいシステムになっていて、めっちゃ重宝してるんですけど、これは裏側から行くのは無理だな、もう混んじゃってて。わあ、どこも渋滞がもう普通の生活ですね、もう。はい、なのであの全く問題なくて、 Galaxy Tab S6、 タブレット S6 がすごい気に入ってて、もう S7 のニュースとか、もうあわよくば本当定期的に Galaxy Tab S7 のニュース、最近噂どうなってるかなっていうのをこう調べちゃうぐらい、もう新しいの出たらすぐ買いたいぜって思ってるぐらい、Galaxy タブレット気に入ってるんですけど、
ただね、唯一今問題があるとすると、あの純正キーボード、あれがまあタブレット用でちょっと打つだけだったらいいやっていう、こう腰掛け程度で使ってる分には全然問題なかったんですけど、キーボードとトラックパッドが一応あのタイプカバー的なやつについてるんですけど、あれがねお世辞にも良くないんですよね、打ち心地とかね。であとトラックパッドもあんまり良くない。なんか昔、一昔前の Windows ラップトップとか、そこまでひどくないかもしれないけど、でもまあなんかあんまり良くないんですよね。でそこら辺は Apple の新しいキーボード、あの iPad のあのめっちゃ高い、まあ高いから値段がめっちゃ高いだけあって、あの新しい、めっちゃ高キーボードカバーはすごいなんか打ち心地も良さそうだ、良い、まあ持ってる、周りで持ってる人みんなあのキーボード絶賛してるし、実際すごい良さそうだし、トラックパッドも結構、まあアップルもともとトラックパッドは非常に、精度高いから、そういう意味ではあれ結構そのタイピングの実用度がね、 OS とかソフトウェアレベルの処理速度のレベルではもう本当に遜色なくなってきても、やっぱり最後そういうタイピングの打ちやすさとか、そういうところの、まあどちらかというと物理的な部分の作り込みの良さで、やっぱりアップルのあのアドバンテージはあると思うので、そこでねちょっと iPad Pro はあのキーボードつけて半ばラップトップみたいな感じで使うのちょっと試してみたいっていう気に、あの今更ながらすごいなってきて、で欲しくなったと思ったらもう売ってないみたいな、そういう状況なんですよね。で野島電機に行ったら、あわよくばその iPad 売ってて、店頭売りだったら、しかもこう田舎だったらそんなに iPad 需要ないから、実は店頭でぽっこり売ってて、あのサクッと買えちゃうんじゃないかなみたいな感じの、ちょっとあわよくばそれがあったらまあ運命だと思ってちょっと買っちゃおうかなぐらいな、あわよくば感で、期待して行ってみたら、全然、そもそもタブレット置いてもいないっていうか、ていうか全体的なラインナップが非常にしょぼい。ただ唯一、ちょっと興味を引かれたのはね、Xperia 1-2 Mark 2 Xperia 1の Mark 2かな、あれがなんか置いてて、あ出た、もう出てるんだと思って、ちょっとそれは気になりましたけど、でもそれ以外ほとんど、だってカメラももうなんかあの一応アルファ6400的なものは1台2台ありましたけど、でも基本的にコンデジももう RX100 すら置いてなくて、なんか WX800 みたいな型番の本当コンデジ、雑コンデジみたいな、っていう、それも本当に iPhone でいいんじゃないみたいな感じの、コンデジラインナップぐらいしかないし、アルファ7なんて全然影も形もないみたいな感じで何にも置いてなかったから、ちょっとがっかり度が満載すぎましたね。なのでね、まあなんかタブレットの話もうちょっと最後すると、そんで Galaxy Tab S6 はいいんだけど、やっぱり Android もうちょっと、だからタブレット向けで Google が本気出せば、結構 Samsung が頑張って DeX とかでデスクトップモードみたいなのを導入してるんですけど、やっぱり自社で一社でこう独自開発みたいな感じで独自拡張で頑張っちゃってるから、これちょっとねあれなんですよね、そこまで、あの例えば一番不満っていうか、 DeX モードで一番不満なのは、IME、 あの日本語入力文字入力のプログラムがサムソン製のやつしか対応できてないんですよ。まあ多分、縛ってるんじゃなくて特殊な対応が必要で、Google の G ボードとか Google の日本語入力とかは、その DeX モードに入ると使えないんですよね。でこれでそのキーボード打ってる時に、サムソンの日本語入力、サムソンの標準の入力プログラムも一応日本語入力できるんですけど、基本的になんか単漢字変換ぐらいのすごい、あのなんていうんですかね、まあ機能が低いんですよね。だからなんとか Google 日本語入力使いたいんだけど DeX モードだと使えないとか、あとやっぱり文字入力のフィールドの扱いとかが非常にこう、なんか
アプリの相性も悪いっていうか作り込まれてなくて、多分今だったら iPad Pro がやっぱりここのところ iPadOS とかが非常にそういう反デス PC 的な使い方をしてきてるので、対応アプリ側の対応とかも含めて、キーボードああいうマジックキーボードみたいなのを使った時の操作感が iPad の方が結果的に、全体的なエクスペリエンスが上がってるんじゃないのかなっていうのを試したいなみたいなところもあって、興味を引かれたというそういう話、あもうついちゃったついちゃったんでそんな感じです。以上失礼しました。じゃあ今日も野菜ジュースいただきます。うん、うまい。ベリーが、うん、ベリージュース。